山中宏は、熊本県天草市出身の元プロ野球選手。右投右打ち。6歳年上の兄の影響で小学校3年生からソフトボールを始めると、新和中学校では軟式野球部に所属。当時はサイドスローだった。熊本市立必ず吉間高等学校へ進学後、アンダースローへ転向した。エースナンバーを背負った3年の時には、第85回全国選手権に出場したが、故障の影響で、熊本大会から登板の機会が少なかった。全国大会では、佼成学院高校との初戦に9円で2イニングを無失点に抑えたが、チームは3対6というスコアで敗れた。九州東海大学へ進学後、3年の時にエースとして、九州地区大学野球トーナメントでのチームの春秋制覇に貢献。3年春の第55回全日本大学野球選手権で1回戦の東北学院大学戦では10安打を浴び後、失点ながらも岸隆之に投げ勝ち関東勝利を挙げている。2回戦では近畿大学を8安打4失点に抑えたが、大隣健二に完封され0-4で敗退。秋は明治神宮大会代表決定トーナメントで、準決勝から登場し1失点完投したが、地区決勝で勝った、古川周一に完封負け。大学卒業後に、本田技研工業に入社。地元の本田熊本硬式野球部に所属。1年目から先発、抑えとして活躍。1年目の時に、スポニチ大会で、東京ガス相手に2失点完投勝利。2年目は、都市対抗予選全4試合に、抑えとして登板。12.1 回1失点の働きで6年ぶりの東京ドーム進出に貢献。第80回都市対抗野球大会では3試合 8.1 回を投げ、無失点投球で16強入りに導いた。9月には日本代表に選出され、第38回IBAFワールドカップに出場。国際大会で下手投げの強みを発揮。予選ラウンドで敗退となったチームにあって4試合 7.2 回16、奪三振1失点の快投を見せている。第39回IBAFワールドカップも2大会連続で日本代表に選出された。27歳で迎えた2012年度 NPB ドラフト会議で地元球団の福岡ソフトバンクホークスから6巡目指名を受け契約金3000万円。年俸1200万円という条件で入団。背番号は39。なお、指名の直後には、本田熊本で同僚だった女性と結婚。ソフトバンク時代2013年には、春季キャンプやオープン戦での好成績を背景に、公式戦の開幕から一軍の先発陣に食い込んだ。一軍公式戦では0勝2敗。防御率 5.52 という成績にとどまったが、ウエスタンリーグ公式戦では10勝を挙げて、最多勝利のタイトルを獲得した。2014年には、6月8日の対、阪神タイガース戦で、2番手投手として、シーズン初の1軍マウンドに臨んだ。しかし、3回2失点という内容で交代すると、東京ヤクルトスワローズへ移籍するまで一軍公式戦の、登板機会がなかった。ヤクルト時代2014年レギュラーシーズン中の7月20日に、川島慶三、日高亮との交換トレードで、新垣渚と共に、ヤクルトへ移籍。背番号は68で、移籍発表の5日後には、対横浜 DNA ベイスターズ戦8回表虫から、4番手投手として、移籍後初めての一軍公式戦登板を果たした。その後も7試合に登板したが、勝敗ともつかず、通算投球回数10回に、3で4本塁打を浴びた。2015年には、6月12日の対埼玉西武ライオンズ戦でシーズン初の一軍公式戦、登板。自身と同じアンダースローである、牧田和久と先発で投げ合い、6回3失点という内容で一軍でのプロ初勝利を挙げた。以降もローテーションの谷間での先発登板で好投を続け、8月からはローテーションの一角に定着。8月11日の対広島東洋カープ戦では前述のシーズン初勝利からの6連勝を、一軍では自身初の完封で成し遂げた。ヤクルトの投手による一軍、公式戦シーズン初登板からの6連勝は、国鉄スワローズ時代の1958年に、金田正一が9連勝を達成したことに次ぐ、連勝記録である。しかし、8月18日の対横浜 DeNA ベイスターズ戦で1失点ながら7回裏の途中に降板すると、右大胸筋の肉離れが判明。この試合では、自身に勝敗がつかなかったものの、翌8月19日に出場選手登録を抹消された。9月20日の対阪神戦で、先発投手として一軍復帰を果たしたが、5点を失って2回裏の途中に降板。そのまま、敗戦投手になったため、自身の連勝は6で止まった。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦で、先発投手として6勝2敗を記録し、チームのセントラルリーグ優勝へ貢献。チームは、クライマックスシリーズと、日本シリーズへ進出したが、山中の登板機会はなかった。2016年には、シーズン初の一軍マウンドであった4月20日の、対阪神戦で勝利投手となった。その後は2度の出場選手登録抹消を挟みながら一軍の先発ローテーションへ定着。阪神打線とは特に相性が良く、6試合の登板で3勝1敗、防御率 1.49 という好成績を残した。高校の後輩、岩貞祐太と初めて投げ合った8月28日の阪神戦では、1回裏に1点を失っただけの9回完投によって、同カードでの自身3連勝と2試合連続完投勝利を達成している。しかし、リーグ優勝を果たした広島との対戦で4戦、全敗、防御率 7.91 を記録するなど、カードごとの対戦成績に極端な差が見られた。一軍公式戦全体では、オール先発で自己最多の22試合に登板。通算で6勝を挙げたものの、能見篤と共に、リーグ最多の12敗を喫した。2017年には、オープン戦での通算防御率 1.13 と、好調だったことを背景に、公式戦の開幕から一軍の先発ローテーションに、組み込まれた。シーズン初登板から8試合連続で白星に、見放されたものの、7月28日の対、中日ドラゴンズ戦で、シーズン初勝利を完投で記録した。一軍公式戦全体には、先発だけで13試合に登板したが、2勝6敗で、防御率も前年の 3.54 から大幅に悪化。2018年には、前年に続いて、レギュラーシーズンを一軍でスタート。序盤戦では、一軍公式戦での先発が1試合だけで、救援登板や2軍での再調整も経験した。後半戦では、相性の良い甲子園球場での対阪神戦で、8月30日と9月15日に2試合連続の先発勝利をマーク。一軍公式戦全体では11試合の登板で2勝、1ホールド、防御率 3.62 という成績を残したが、シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸2600万円という条件で契約を更改した。2019年は開幕一軍を逃したが、5月30日に中継ぎ要員として一軍へ昇格。7月21日の対阪神戦でシーズン初の先発マウンドを任されたが、一軍公式戦では5年ぶりに白星を挙げられず、通算の登板数も4試合にとどまった。2020年には、石川雅規とアルバート・スアレスが出場選手登録を抹消されたことに伴って8月2日の対中日戦に先発投手として一軍公式戦でのシーズン初登板を果たすと勝敗はつかなかったものの8回を4被安打、無失点と好投。同月16日の対 DeNA 戦で2シーズンぶりの勝利を挙げた。一軍公式戦にはオール先発で6試合に登板したが、1勝2敗という成績で、レギュラーシーズン最終盤の11月2日に、球団から戦力外通告。11月16日に、現役を引退することを表明した。現役引退後、ソフトバンクで実績を残せなかった自分を拾ってくれた、ヤクルトには感謝しかなく、野球への悔いもないとのことで、一般企業での再出発を希望し、ヤクルト本社の営業部で勤務している。アンダースローから繰り出す、最速時速 133km のストレートと、スライダーカーブシンカーが持ち味。先発もロングリリーフもこなせるサブマリンとして、重宝された。現役時代に一軍公式戦で記録した17勝は、いずれも、ヤクルトへの移籍後にマーク。阪神戦で通算7勝、甲子園球場での阪神主催試合だけで5勝を挙げるなど、阪神打線との相性がとりわけ良いことで知られた。ありがとうございます。